はようございます。今日私はベトナムに行きます。イエーイ。というわけでですね、今回はね、成田からの出発ということで、今、車で成田空港へ向かいます。行ってきます。到着しました。成田空港です。今回はマイルで行くのでアナに乗っていきます。これから飛行機に乗ります。もう皆さん搭乗したみたいです。私も乗りたいと思います。行ってきます。飛行機が到着して降りてきました。今なんかめちゃくちゃ並んでるんだけど、オーマイガー。今日本時間だと2時ぐらいかな、夜中の2時ぐらいなのでめちゃくちゃ眠たいんですけど、とりあえず並びます。おはようございます。昨日はもう夜中着だったので、もう速攻ホテル、飛行機のすぐ近くのホテルに行ってもうすぐ寝ました。そして今日今起きて、今グラブでホーチミンの、中心部ですねのホテルに今移動してるんですが、見える？すごくないですか、このバイクの数が。とにかくすごくてですね、なかなか今ホテルにたどり着かないんですが、とりあえず向かってます。でホテル着いたら、フォーを食べに行って、でお金を両替しに行きたいと思います。今ホテルにチェックインして、これからフォーを食べに行きます。でもこっから30分くらいかかるみたいだから、ちょっと待ちぶらをしながら行きたいと思います。すごいバイク、すごいね、すごいね。ちょっと歩いていきます。バイク、今、フォーを求めて弁当市場に行ってみたんだけど、なんかまだやってなかったのかな。今何時だ、もう起きる12時、もう今12時なんだけど、まだなんか食べてる人とかもいなくて、って感じでちょっと食べれなかったので、でもちょっと暑すぎてお腹も空きすぎて一旦カフェに入りまして、マンゴースムージー飲んでます。すっごい美味しい、これでね35万ドンだって。35万ドンは多分400円くらいかなだと思います。今ちょっとここでフォーのお店を調べて、そこにこれから食べに行きたいと思います。じゃーん、やってきました。初フォーは TM アンカトゥーンというお店です。どんなフォーなのか見てみましょう。じゃーん、わー、美味しそう。いただきます。私このココナッツに入ったままのやつ飲むの人生で初めて。飲んでみよう、どんな味。すごい、結構たっぷり入ってる。なんかあれだね、スポーツドリンクの味。
化するね。ああ、ちょっとしょっぱい。ちょいしょっぱい。もっと冷えてたらいいのに。今から弁担市場に向かって見ようと思います。この正面のこれ、これが弁担市場です。楽しみ。ご飯屋さんもたくさんあるし、お土産屋さんとかお洋服屋さんも何でもあります。何美味しい？ベトナム料理じゃないですか。 What's this? What? コーヒーなさん、豚コーヒー、焼き肉コーヒー。これは何？キャンディー？これお菓子じゃない？お菓子だこれ、全部いろんなのあんじゃん。わー何食べるって言われたよ。活気がありますね。ライスペーパーになんかオムレツみたいなのを巻いて、これで食べ方が合ってるのか謎なんだけど、巻いてこのタレにつけて食べます。夜ご飯は他にも春巻きやバインセオなどいただきました。そして、夜の弁当の市場はこんな感じです。テトという旧正月がね近かったので、とってもとってもにぎやかでした。でこの弁当市場のこれ裏側バス停のあたりなんだけど、そう、こっちの方では何かイベントをやっていました。道路を渡るのは当日の夜にはもう結構慣れてきました。なんて書いてるんでしょうね、このイベントの名前はちょっとわからないんですけど、その中は出店がたくさんありました。人もすごくて、装飾もすごくて、そしてなんかこんな、なんかライブが行われていましたね。めちゃくちゃカラフルな衣装。今マッサージにやってきました。はーい。Hello. So good. Thank you.今日一日めちゃくちゃ歩いたので気持ちいいです。
ホテルの隣にマッサージがあったのでやってきました。 Just a two-oh